こちら。おお。こんにちは、アジーンです。今回はトイザラスの福袋を開封していきたいと思います。私は女の子用の福袋だけを購入してみました。去年と同様、この福袋を開封した後は親戚の子にあげようと思っています。みんなでね、分けようかなと思ってます。さすがに。私遊べないでしょね、安心してください。開封するだけです。はい、すごい。もうね、ネット注文するとこんな巨大な箱に入って届きます。店頭でも販売されてるみたいなんですが、あんまり店頭までなかなか行けないので、朝早く並んだりねできないから、ネットで去年から注文してありました。早速開封したいと思います。では開封していきます。まず一つ目、これいこうかな。こちら。おお、ディズニープリンセス粘土スタンプセット、小麦粘土って書かれてます。粘土をこねて伸ばしてスタンプ、簡単楽しい粘土遊び。わ、これならね、ちょっと私もできそうですね。すごい、こんなおもちゃあるんだ。今年ちょっと豪華じゃないですか。出だしからいい。粘土は2つついてるみたいです。まず1つ目こちらでした。なかなかいいじゃないですか。続きまして、あ、なんだろう、なんかぬいぐるみかな、これ。うん、これいってみます。こちら、あー、ミニオン、ミニオンの怪盗グルー3、ちょっこりさんってか、ちょっこりさん、ひょっこりはんじゃなくて、ちょっこりさん来ました。1000円、これでね、1000円って書いてある。なかなか高いんですね、こういうぬいぐるみも。はい、こちらのミニオンゲットしました。これもちょっと私でも使えるぞ、これ。続きまして、どれいこうかな。これ、あ、見たことあるよ、これ、おもちゃ屋さんで。え、これはお願い叶えてギョロッピー、え、わかんないけど、なんだろう、ギョロリアクションでお願い叶えてって書いてあります。目がギョロ、怖いな、目ギョロギョロするって、耳はね、ピョコピョコするって書いてあります。謎の生き物当たりました。これはなんだろう、なんか喋ったりするのかな、わかんない。なんかすごい、もうパッケージがね、もう目ん玉まみれ、すごい目ん玉、目がね、ギョロ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 見えないわ。はい、ということでギョロッピー当たりました。続きまして、どれいこう、どれいこう、どれいこう、あ、なんかこれいこう、こちら。おー、なにこれは。ルンルンポンチョ？あ、意外とね、これキッズのかなと思ったんですけど、身長目安が110センチから185センチ。大人も子供も仮装チャレンジって書いてあります。すごい幅広いサイズなんですね、これ。みんな着れるんだ。これは、まあ、大人も着れるって書いてありますけど、さすがに私は着れないです。痛い人たち。やめときます。はーい。あ、続きまして、どれ行こうかな。こちら。おお、なんだこれは。秘密のここ棚って書いてあります。おしゃき、おしゃきとは、おしゃきとは何ぞや。本の神様、おしゃきって書いてある。なんだろうね、なんか人形かな、わからないです。ごめんなさい。でもね、秘密のここ玉は知ってる、かわいいなって思ってた。アニメなのかな、これは。あの、なんか YouTube でこれのおもちゃで遊んでる動画をね、見たことあるけど、ちょっとわかんない。はい、秘密のここ玉ゲットしました。続きまして、これいこう。おお、ファインディングドリー、ファインディングドリーロボフィッシュベビードリーって書いてあります。なんだろう、ベビードリーが生きているように泳ぐよって書いてある。わ、すごいですね、これ。水の中でね、泳ぐみたいで、これはね、お風呂とかでも使えるのかな、面白そうですね。はい、ドリーゲットしました。去年なんかこういうの入ってた気がするんだけどな、気のせいかな、なんか去年もこういうやつ入ってた気がします。はい、続きまして、まだある、まだあるよ。どれいこう、じゃあこれいこう、こちら。あー、これも秘密の、見えるかな、秘密のココタマの、何これ、
めっちゃかわいい。初めての家具セットって書いてあります。え、めっちゃかわいい。レンゲのバスタブだって。めっちゃかわいい。ガマ口のソファー。あ、そういうかわいいやつなんだ、秘密のココタマって。うわー、めっちゃかわいい。エンターキーの机だって。マッチ箱の本棚、最高。なんかもうセンスがめっちゃかわいいね。すごい。どうしよう、家具セットもらったけど、なんか家とかないけど、家とかあるのかなね。とりあえず家具セットゲット。かわいいな。大人でもテンション上がっちゃいます。はい、家具セットゲットしました。あとはね、あ、なんか人形あった。こ、なんかね、ぬいぐるみみたいなのがあるから、これ行きたいと思います。こちら、なんだこれは。おお、アナと雪の女王のエルサのサプライズって書いてあります。かわいい。これはね、ボールチェーンスノーギース680円かな。多分ね、680円だと思う。これもね、大人の私でも何かに使えそうですね。はい、続きまして、もうちょっと小物系はないのかな。あ、なんかまたあった。こちら、なんだこれは。秘密のココタマ、また来ました。秘密のココタマのこれは何、熊手のココタマ公園。かわいい。すごいな。すごい豪華じゃないですか。去年はね、なんか謎のバトンとか、何入ってたかな、ステッキ、なんかあのキラキラってやるやつじゃなかったかな。なんか何かがないと遊べないような、なんか別売りが必要なやつとかあったんですよ。でも今回すごいですね。今回の福袋、この秘密のココタマ推しなのかな。去年は何だったかな、プリキュア、プリキュアだったかな。プリキュアとかね、去年もこのアナと雪の女王があったような気がする。いや、でも去年より全然今年のは買いだと思います。すごいな。最後なんかむちゃくちゃでかい箱があるんで、これを開けたいと思います。おお、これ家、家かな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、家、ココタマランド、すごっ。これはちょっとみんな嬉しいんじゃないですかね。これはね、ちっちゃい子嬉しいんじゃない。これね、ココタマランドで思いっきり遊ぼうって書いてある。じゃあさっきの、なんだろう、別売りの家具とかってこれで使えるってことなのかな。どうなんだろう。コンタクトケースのベンチ、卵か、めっちゃかわいい。でもちょっとこれとは違うのかな、こういうのでも遊べるのかな。あー、こっち欲しかったな。なんか本当にお家みたいなやつがある。これなんかテーマパークみたいなやつだけど、本当に家みたいなやつも売ってるみたいです。わ、これはかわいい。いや、これはかわいいですね。もうないかな、もう入ってないですね、もう入ってないです。ということで、今回の、おー、ちょっと、はい、ということで、今回の福袋、ココタマランドに、初めての家具セット、ミニオン、アナと雪の女王、ドリー、またまたココタマの公園、これかわいいですね、プーさんのポンチョ、こちら、ディズニープリンセスの粘土スタンプセット、またまたココタマの本の神様おしゃき、これどうやって遊べばいい。これなんだろう。あとはなんかもう目玉まみれのギョロッピー入ってました。いや、これはね、今年はね、お得だと思う。去年はちょっとどうやって遊べばいいかなっていう感じだったけど、今年の福袋は本当このセットでね、このココタマで遊べたりとか、すごくいいラインナップじゃないかなと思いました。今年だったらね、男の子の福袋もね、買えばよかったかなっていう感じですね。去年はあんまり遊べる感じじゃなかったかな。はい、ということで、2019年のトイザラスの福袋の中身を開封してみました。本日もご視聴ありがとうございました。